チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは三橋貴之です。え、衆議院選挙も終わりましたので、え、またここで改めて日本のま経済のまとりあえずの最大の焦点と言っていいんでしょう。消費税について改めて考えてみたいと思います。え、今回の衆議院選挙ではえ、国民民主党 三政党、れいわ三選組、共産党、あと維新もかな、まあ、こういった複数の政党が、消費税の減税を訴えていました。で、この消費税がですね、本当に日本の経済の壁ですね、はい、成長しようとするとそこで突き当たる壁になっているのは、これ疑いないんですけれども、まあ今でも、 消費税税についいいてて間接税であるると認識している人は少なくなく政治家もね。で立憲民主党は消費税の減税についてまあ選挙では旗を下ろしてそれで給付付き税額控除ということを言い出したんですけどこの給付付き税額控除というのは 消費税の減税を絶対にやりたくない財務省が、まあ、低所得者層向けの対策として政治家にご説明に回っている政策なのでこの給付付き定額控除と給付付き税額控除ですねと言い出した政治家は100%財務省の飼い犬であると考えて間違いないんです。 この話が面白いのは、この給付付き税額控除というのは、消費税が間接税であるという前提に立っているんです、あの例の輸出戻し税と同じなんですけれども、まずちょっと消費税について、改めて正しく理解してみましょう、これ、よくよくね、ちょっと今までの予備何でしょう知識をなくした上で説明されると、誰でも分かるんですよね、あなるほどと。 まず法律。え、法律を見てみましょうか。これが消費税法なんですが、消費税法は、納税義務者について、第5条で、事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務があると書かれています。消費税法には、消費者という言葉は登場しないんですけれども、それはそうなんで、 なぜなら納税義務者者は事業者だからですでここでポイントはですねその事業者の課税資産の譲渡等と法律ではなってるんですが、まあ、一般の人はよくわからないんですけどこれをは取引なんですよ、はい、取引つまり消費税っていうのはですね消費税と言いつつ消費の部分つまり最終消費者が買う部分だけではなくてその前の バリューチェーンのすべての段階における取引に課税しますよという法律にもともとなってるんですつまりはですねこれ取引って我々何でするかというともちろん利益を上げるためです例えば100円で仕入れたものを90円で売る人はいないんですよ損するからそんなことをやるぐらいならやらないですよね花から。 で、100円で仕入れたものを110円で売りました。そこに、まあ何らかの、例えばまあ卸売業だったら10円の卸売サービスというのが生産されてるわけだけども、そこにかけるんですよ。そこにかける。あるいは私がですよ、農産物を生産しました。そして、その農産物を人にあげました。 この時は事業者間の取引としては見なされないので税金かからないんですがそこで100円いただきましたとキャベツ1個でしょキャベツ1個そうなるとそこで取引がまさにこの課税資産の譲渡ってことで取引が成立したということで消費税がかかるということになるわけですまあ実際はあれですねあのそのキャベツ1個作るのだってそれなりのコストがかかっているわけですけどもまあ あのゼロだと仮定してんですよなんかその辺に種があったから持ってきてそれでまいてみたらキャベツできましたまあそれでいいんですけどね自分の土地でそれとも基本的にコストは、まあ、人件費除くとゼロじゃないですかそれを100円で売りましたってなったら、まあ、付加価値100円とそこにかかりますそこに税金がかかるということですだから農産物を生産して物々交換すればですね消費税はかからんはずです <laughs> ちょっとここまで手入れてくるんじゃないの財務省ということでちょっと怪しいんだけど、まあ、とりあえずそういう認識でいいと思いますけどねはいでつまりは事業者が取引した時に事業者にかける直接税なんですよ間接税ではありませんで間接税と直接税って何が違うのかえ直接税というのは税金を納める義務のある人今の話でいうと事業者ですけどねはい 納税者あるいは徴収義務者って呼んだりもします。と、税金を負担する人、もちろん事業者ですね。単税者あるいは納税義務者。これが同一である場合は、直接税と呼びます。はい。それに対して、間接税というのは、税金を納める義務のある人と、税金を負担する人が異なる税金です。だから、納税義務者と異なる徴収義務者が存在しない場合は、直接税なんですよ。 で今の話を整理すると、その事業者間が取引をしたときに、その事業者にかけられる税金なので、当然ですが、納税者と、あの実際に納税する人、税金を納める人っていう意味ね、それと負担をしてる人っていうのは同一人物なんで、というか事業者なんで、だから直接税ですよ、という話になるわけですね。間接税っていう話だと、例えば関税とかかな関税。 外国から100円の商品を輸入しましたと。その時に政府が100%の関税をかけるってなると、すると200円になりますね。200円。で、それを単に、それ自動的にこの価格に上乗せされて、それで、その輸入した人が徴収義務者ってことで、その100円、自分が負担してるわけじゃないんだけど、それを政府に納めると。いう形に、 なりますのでこれは間接税ですね間接税、はいでね、この話のポイントって間接税あるいはその入当税なんかもそうなんだけどもこれらの税金っていうのはもう法律でその税金を納める人が徴収義務者なんです特別徴収義務者ということであなたが税務署の代わりに税金をその買ったやつから徴収してそれを納めなさいという法律にそうなっているんです。 法律でで入党税なんかもそうです例えば皆さんが温泉に行くとですね入湯税取られるじゃないですかあれは事業者さん関係ないです本来は全く関係なくてあなたが温泉に入ることに関して税金をかけるとまあこれもひどい話なんだけどさ私に言わせれば、<laughs> まあそういう話になってるわけ150円とかか確かだからあなた温泉入りたいんだったらちょっと税務署に行って150円 納税してきなさいという話なんですよ本来はそんなことできるかと現実問題としてだから温泉事業者さんが税務署の代わりにあなたから150円を徴収してそれを代わりに納めてあげますよという仕組みになってるからこれが間接税なんですよねはいつまりは誰が実際に負担しているのか間接税の特徴はですね間に事業者がいなくても成立するってことです なぜならば、なぜならばまあ、今の話、典型、あなたが、温泉に入るあなたが税務署に納める義務があるんですよという話だから、まさに、温泉に入りたいんだったら、あの税務署にいちいち言ってですよ、それで納税証明書もらって、それで、はい、温泉に入ると、これ、ちゃんと払ったから。というのが成立するんですよ、関,節税,ってあの関税も、同じです関税も例えば輸入した人が、まあ、100円で輸入したんだけど、それを200円で売らなくちゃいけないんですね。 そこに100円乗っけて売りなさいっていう、そういう徴収義務を負ってるわけなので、だから普通に価格上乗せしてで、別に俺負担してるわけじゃないんだけど、ちょっとなんか政府に払わなくちゃいけないからでことで、100円をです、ね、お客さんから、まあ、税金分ね、関税分徴収して、それをそのまま払うんですよ、だからこれも買い手、今の輸入した業者から買う人っていうのは、その関税払わなくちゃいけないといった場合にですね、ま,あ、だからまず税務署に行って、100円納税して、 はい、納税してきたから、この輸入品売ってね。これが成立するんですよね。はい。間接税っていうのは。分かったかなでも、消費税これが成立しません。はい。なぜならば、そもそも、消費者に納税義務が負わされている税金じゃないからなんですね。えー、消費税の計算方法は、まあ、事業者にとってだけど、まあ、こうなってます。この上の方ですね。えー、課税売上げから課税仕入れを差し引いて、 今の日本だと、その残り、まあ、えー、ぶっちゃけ利益と非課税仕入れの合計ですけど、割る 110×10 というのをやって消費税を計算しなさい。で、まあ、これがだから、まあ、インボイスなんかが入ったりすると、課税仕入れが大きく、あ、逆ですね、えー、課税、例えば人件費、正規の人件費を非正規雇用にすると、人件費を課税仕入れに入れることができるようになるんで、課税仕入れが大きくなるんで、 逆に非課税仕入れが小さくなってそれで利益プラス非課税仕入れが小さくなるから消費税が減るという問題があるからだから消費税導入後の日本では特に95年以降ですね増税以降ですけど消費税増税以降ですねその正規社員を企業はできるだけ雇いたくなる外注して業務委託経由で業務委託契約で同じ仕事を外の人にやってもらった方がですね消費税の節税ができるんですよねしかも 従業員じゃないから、社会保険料を負担しなくていいんです、企業が。これは二重においしいね、一粒で二度おいしいということで、従業員の非正規化というのが、ですねはやっちゃったんです、まあ、これが消費化に、少子化に結びつくわけですね、雇用の不安定化と賃金の停滞というのをもたらしたものですから。で、ここでの話のポイントは、ですね消費税が導入されました、あるいは消費税が増税されました。 これ本来消費者と関係ないんですよ。消費者が納税義務者じゃないから。納税義務者はあくまで事業者です。入当税の場合は、納税義務者は消費者。まあ、温泉消費っていうのかな。まあ、温泉サービスを消費する人ですね。なんだけど、消費税の場合は法律からしてそうなってないんで、だから納税義務者は事業者さんなんですね。お前が負担するんだよと。消費税が増税されたら、その負担はお前が負えっていうことなんです。 これはね、実は企業経営からしてみると、単なるコスト増なんですよ。コスト増。つまりは今まで100円で仕入れていたものがですね、その業者が、まあ、仕入れ先の業者が110円に値上げしやがった。これと同じなんですよ、実は消費税の増税っていうのは。何にも変わりません。はい、単にコストアップなんですね。コストアップ。で、これはね、コストアップした場合、 どうなるかっていうのは実は今の100円で仕入れていたものが110円に値上がりしましたの時と実は全く同じ対応を我々企業経営者は迫られることになります。